アラゴンはフランス奥下に地域圏、オード圏のコミューン。コミューンはカバルデス地方にありカルカソンヌ都市地域に含まれている。村はトラペル川とバレット川を見下ろす岩だらけの路頭の上に建てられている。カルカソンヌとは約 13km 離れている。アラゴンで生産されるワインはカバルデス奥に含まれている。コミューンは アラゴンアンイコールカバルデスと呼ばれることもある。地名は11世紀発祥のアラゴン王国にちなむが、戦闘の地の近く、または未開の土地の近くを意味するケルト語源、またはギリシャケルト語源であると主張する他の人々もいる。青銅器時代の遺物が洞窟の中で発見された。1820年、ガロローマ時代の総裁のものと思われる碑文の断片が発見された。 10世紀、アラゴンはモントリュー修道院に属していたが、12世紀、初頭以降、アラゴン王が領主であった痕跡が見つかった。アラゴン王たちは広大な領土を持っていたが、彼らが領土を獲得する原因となったのはカタリ派で、あるとみられる。従って、アラゴン王たちが金銭的保証を受けている一方で、カタリ派シントラは異端審問によって財産を没収されていたのである。 その後、ホードは、フランス王家とカルカソンネ司教との間で分割された。領主の保護が失われても、カタリ派の信仰は村に存在し続けた。1575年と1588年、ユグノーが村を占領した。1580年、デュレンヌ公爵が村を奪還している。村は18世紀後半に、繁栄の時代を謳歌した。 カルカソンヌの織物販売業者が食器を提供し、地域社会にさらなる繁栄をもたらした。17世紀、アラゴンの領地は、セバスティアンド・モーレルに属していた。彼の孫娘アンヌ・ド・モーレルは1726年に、ピエール・ド・バンカリス・ド・アラゴンで結婚し、バンカリス・ド・モーレル・ダラゴン家の祖となった。2015年時点のコミューンの人口は433人で、 2010年時点の人口と比較して2.85%増であった。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたものそれ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。